開始。お願いします。相手さ、羽生善治なんですけど、羽生善治に勝てるとでも。まあでもある意味さ、羽生善治に勝てれば一級品ですからね。相振り飛車。まあしかし羽生さんが相振り飛車を指してるのはあまり見たことがないですけどね。羽生さんはオールラウンドプレイヤーではなくて居飛車党ですからね。まあ昔は振り飛車やってたこともありましたけど、片身の囲い、まあ基本的には身の囲い、あ、まあいや、もうこれ顔面受けだ。1五歩ってやるんでしょ。同歩同銀、おっとこれ銀上がる、でも桂馬ねるか。そうですか。取っちゃえ、もう取るよ、もういいよ、もう。それで銀打つと、これ銀打つとどうなの。銀打つと2分30秒、飛車回るのか。そうか、飛車回られてあまり見ないのか。まあ、しかし歩打つと角切られるな、同歩になれるな。いや、あーでもどうしようかな。まあいいや、歩打つか。角切るでしょうねこれね。で多分突破されますねこれは。同歩、あ違うか。まあでもこれだったら、まあ、桂馬で取ると歩打たれて意味ないのか。まあ銀で取るのかな。まあ、角を切りそうですね、同桂で。で、歩を打たれて、まあ、突破されてるんですが、ただ、まあ、香車打ってこね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 。まあ、でも大丈夫か。これ、香車打てば。あ、でも、ちょっとまた香車打たれるな。2分。いや、これ、放棄しよう。まあ、いいや、とりあえず馬作っとこう。あれなんかダメだなこれ、あっという間に。いやしかしこれ同期、あーもうこうするしかないか。なんかこういう手では勝てる。あー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 と、まずいかなこれ。3八と同金、同金、まあ、すぐに詰まされることはないか。なんかこの端攻めに対してあまりにも、ああ無頓着すぎたかな。でもこれは、ああそっか、これいい手なのか。とりあえずね、あの美味しいもの食べて、あとは取っちゃおう。やっぱりね、料理というのは美味しいものから食べないとダメなんですよね。嫌いなものから食べて、あとで、あの美味しいもの残そうなんて、そんなねこと考えててもね、報われないわけですよ。これは一回つくか。まあ、しかし7九になんか打ってきそうです。7九角とか銀とか打ってきそうです。うん、そうなんですよね。まあいけるんですけど、まあ角取るか。悔しいじゃろ、この悔し涙を力に変えるんじゃ。あ、そっか、まあ、しょうがないなこれは。まあ、しょうがないや。まあ、そんなわけでニュースに移りたいと思うんですけども、まあ、2017年6月なんですが、まあ、共謀罪の法案が成立したっていう話を、まあ、一つ前に作った動画で話したんですけども、あのさ、話してるうちに共謀罪って実は結構いい法律なんじゃないかなって気がしてきたんですよ。どうしてかっていうと、共謀罪っていうのは犯罪行われてなくてもその計画段階で処罰することができてしまうわけじゃないですか。だからさ、なんかストーカー殺人とかさ、なんかストーキングして、なんかストーキングしたんだけど相手が振り向いてないくれないから殺しちゃいましたとかさ、そういう犯罪を防ぐっていう効果もあるかなとかさ、あとそれからさ、私は前々から法律に違反する村の掟をもっと取り締まれってことを何度となく話してきたんですよ。具体的に言えば、やっぱり一番典型的なのはブラック企業でしょうね。ブラック企業でそのサービス残業させたりとか、
その違法な労働環境っていうのを、いやもちろん法律に違反するんだけど、その会社の中の村の掟によって、その法律違反なんだけど、なんか村の掟によってそのサービス残業が続いてしまってるとかさ、あとそれから、まあ、よくあるのは町内会問題とかね。うちの集落に住んでるんだったら町内会に入って町内会費払ってください。町内会に入らない人はゴミ置き場を使ってはいけませんって言って圧力をかけて無理やり町内会に入らせようとしたりとかね、まあ、これは法律違反ですよってことはもうすでに裁判所で判決出てますから、まあ、あとそれからさ、学校のいじめなんかもそうですかね。学校のいじめだって犯罪になってしまう場合もあるわけじゃないですか。だけどさ、なんか学校の中で起こった出来事だからって言って、なんか妙にさ法律が介入しづらい状況が続いてきたけど、でもさ共謀罪によって、なんかあいつムカつくな、あいつムカつく、今度ぶん殴ってやろうかみたいなこと話しちゃったら、ちょっとこれ共謀罪で話しただけで僕たちに捕まっちゃうんじゃないのみたいなさ、いい意味での萎縮効果っていうのが生まれる可能性もありますよね。あるいは町内会問題にしても、なんかあいつ我が町内に住んでおきながら町内会に入らないけしからんやつだな、あいつちょっとみんなで今度ちょっと抗議しに行こうか、うん、ちょっとね、ちょっとね、ああいうね不届き全満なね、村の掟に反するようなやつはちょっと、うん、ちょっと厳しくね、ちょっと一発こう叩いてやんないといけないなみたいな話し合いを、なんか田舎の公民館なんかでやってたら、あ、ちょっと待て、そんなこと話し合うだけで罪に問われちゃうよってね。だって実際さ、町内会や自治会に入ることを強要するのは法律違反なんですよって裁判所で判決出ちゃってんだもん。その法律違反をしようっていう話し合いはさ、ちょっと共謀罪、共謀なんじゃないのっていう萎縮効果が生まれる可能性ありますよね。そうやって今まで村の掟に守られていた法律違反がしにくくなる、つまり村の掟に守られた組織的犯罪集団が壊滅するっていうさ、そういうことも期待できるわけですよね。だってさ、皆さんよく考えてみてくださいよ。国家権力は暴走すれば確かに怖いですよ。怖いけれども、でもさ、私たちの身近なさ脅威ってさ、国家権力とか警察官ではないですよね。むしろさ、身近なところに転がっている法律違反の方がずっと怖いと思いません？まあ、自動車のスピード違反もしかり、町内会に無理やり加入させようとする近所のジジイババアしかり、子供がいればさ、子供が学校でいじめられるかもしれないというね、そういう危険性しかり、ね、PTA に無理やり加入させられて、なんかつまんない役員にさせられちゃうという理不尽しかり、ね、NHK、テレビ持ってないのに NHK の、地域スタッフが押しかけてくるっていう理不尽しかりさ、ね、まあ、ブラック企業問題もそうですけど、ブラックバイトとかさ、共謀罪によって一般市民が萎縮してしまうんじゃないかって言われてますけども、まず最初に萎縮するのは、そういうさ、ちょっとした法律違反を繰り返している一般市民のふりをして村の掟に守られながら法律違反をさ常習的に繰り返しているやつかさ、まず最初に萎縮するんじゃないですかね。そうやってさ、一般市民の、私は普通の人ですよ、私は常識的な一般市民、常識、もう普通の人なんですよって顔をしながら平然と法律違反をしようとしてるようなやつがまず最初に萎縮するんじゃないでしょうかね。それはさ、すごくありがたいことだなと思うんですけどね。そうやってさ、あたかも普通の人のような顔をして村の掟に守られながら法律違反をするようなさ、そんなやつこそさ、共謀罪によってさ、せいぜい怖がればいいんですよ、萎縮すればいいんですよね。密告社会になるんじゃないかなんて話も聞きますけど、いや密告社会でいいんじゃないですかね。法律に違反するようなことはどんどんさ、おまわりさんに告げ口しましょうね、チクっちゃいましょうよね。学校で子供がいじめられてるってなったら、すぐさ警察に被害届け出しちゃえばいいじゃないですか。だって学校の先生がさ解決してくれないんだったら、もうどんどん警察に行ってさ、もうどんどんさ密告しちゃえばいいじゃないですかね。だってさ、警察はいくらパトロールしてるって言ってもさ、日本全国つつうらうら、ど田舎の田舎町から岬の端っこから、海岸線から、断崖絶壁の海沿いの町からさ、全てをさ目を光らせることってできないですよね。でそういうさ、その
おまわりさんの目が届かないような田舎というか過疎地帯というか限界集落というかそういうところにこそあの閉鎖的な村の掟がはびこって、そこにさ法律違反が許されてしまう土壌とかそういうものがさあの生まれやすいわけですよ。そういう風に村の掟に守られた法律違反を密告しちゃえばいいじゃないですか、チクっちゃえばいいじゃないですか、うん、閉鎖的な世界の法律違反が暴露されれば、むしろ今よりもさ日本は平和になるんじゃないでしょうかね。あの閉鎖的な世界っていうのはその田舎の集落とか田舎町とかそういうことだけじゃなくて、学校だって閉鎖的な世界だろうし、会社の職場だって閉鎖的な 村社会かもしれないし、そういうさその小さなさ閉鎖的な村っていうのはさ至る所に転がってるじゃないですか。そういうさ村のね法律違反をどんどん密告して監視してね、あの監視社会密告社会万歳じゃないでしょうかね。共謀罪によって密告社会になってしまうんじゃないか、監視社会になってしまうんじゃないかって、そういうふうに批判する人っていうのはさ日本のさ村社会というものをなんか肯定してるっていう見方もできるわけなんですよ、うん、だからその村社会っていうのをどんどんこうぶっ壊して、その法律によってちゃんと人々の平和が守られるという、そういう平和的に共謀罪を使っていくことができるかというのがね、まあ、これから問われてるんだよということをお話ししてこの動画を終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。